メルカのミナレットと月き。マルカは、インド洋に面したソマリア南部に位置する港町。カブシェベリ地域の主要都市で、首都モガディシュから約70キロメートル南西に位置する。メルカとも。2008年のエコノミスト紙、カントリープロフィール2008セメリアは、ソマリアの主要都市として、ハルゲイサ、ベルベラ、キスマユと並べて、マルカを挙げている。 ソマリア内戦後は支配者が何度も変わっているが、2013年時点では、ソマリア政府軍の支配下となっている。マルカは、地球上で最後の天然痘患者が出た場所であり、この病気はその患者アリマオマーランと接触の疑いがあった54,777人にワクチンを打つ、ことで撲滅された。2002年2月のソマリア暫定国民政府支配時期には、 イタリアの NGO 職員が殺害される事件が起きている。2008年にはイスラーム武装勢力のアルシャバブが占領した。2009年時点では首都モガディシュまでの道路を含めてアルシャバブの影響力が強かった。アルシャバブの支配下となってからはシャリアに基づいているとされる厳しい政策が行われている。例えば2009年7月には 近くの村ダンダベで起こった家畜泥棒の犯人にマルカの裁判所は右手切断の刑罰を下している。また2009年8月には金馬、銀馬がイスラームの法に反するとして住民からこれを抜き取って没収する処置が取られている。さらに2010年1月には国際連合世界食糧計画の倉庫の食料を焼け払っている。 あるシャバブは2010年末頃から劣勢に転じ、重要都市を次々にソマリア政府軍に奪われている。2012年8月にはマルカもついにソマリア政府軍に奪われた。ありがとうございます。